型式番号 OZ-12SMS モビルスーツトーラス。宇宙での作戦行動のためにオズが開発した機体である。可変機構を備え高速移動が可能。主な武器はビームカノンとレーザーガン。無人機モビルドールとしても運用される。トーラスクルーザーで戦場へ運ばれ、自動操縦によって人間の反応速度をはるかに超えた戦闘を行う。サンクキングダムの近衛部隊はルクレツやノインが持ち込んだ白いトーラスを使用。またホワイトファングは武装蜂起に際しオズから接収したトーラスを月面基地やバルジ攻略船へ投入した。高い汎用性により各戦場へ多数投入されたトーラス。有人無人と様々な運用でその性能をフルに発揮したのであった。